ザアスレチックスは13日、セビージャ所属の元スペイン代表セルヒオ・ラモスが契約満了となる今下に、フリーで2025年からメジャーリーグサッカー、MLS に参入するサンディエゴ FC に加入する可能性があると報じた。現在38歳のエス・ラモスはこれまでに、ラリーガ、チャンピオンズリーグ、ワールドカップ、ユーロと多くのタイトルを獲得。そんなエス・ラモスは昨夏に、カンテラ、 株組織から過ごし、プロキャリアを始めたセビージャに復帰。今季はこれまで公式戦34試合に出場し7ゴール1アシストと活躍を見せている。エスラモスとセビージャの契約は来月までとなっているが、同選手はプロデビューを果たしたクラブと契約延長をしない見込みだという。そして サラリーキャップの制限を受けない MLS の特別指定選手としてサンディエゴ FC と契約する可能性があると説明されている。また、ザ・ースレチックスは、新興クラブであるサンディエゴ FC に、S ・ラモスのように豊富な経験と実績を持ち、どんな手段を用いてでも勝つ姿勢を持つ選手が必要とされていると説明している。